こんばんは、ディディネコちゃんです。にゃりんにゃりんにゃりんさあ、今日ちょっとね、暗めなところでちょっと撮影してます。テーマ決めてからお話しなかったかな。さあ、テーマか。あ、テーマに行く前にね、あの週刊 DD とカメラマンさん、とりあえず週刊週刊なったなんとか。あ、声のあれをちょっと合わせるか、合わせんと。ただちっちゃい、ちっちゃいまで、うん、マスクしてる人ね、うんうん、僕の声のトーンに合わせる。で、そういうわけで週刊の DD とカメラマンさん、無事2回目を迎えることになりましたあとね、カメラマンさんからね、テーマ決めてもらわないと私話せませんよと、またこの注文がね、ついたんですねテーマ、うん、何ですか、今日のテーマ。テーマはね、ちょっと今回ちょっと DD もね、いろいろ考えてたんですけど、夢でいこうかな。夢、まあ、結局ね、何が言いたいかというと、DD はね、やっぱり昔高校生ぐらいの時に夢辞典という本を一回買ったことがあって、夜夢を見て朝起きて、その夢辞典を開くっていう習慣があって、いまだにね、それをちょっと続けてたりするんですよね。今はもうインターネットでね、こんな夢見たらこんな結果なんですよっていうのが分かるんですけど、その夢じゃなくて、うん、将来の夢のことだと思う将来の夢じゃないの、夢時点の話。夢ね、うん、夢見る夢ね。そう、この夢見たらこんな結果ですよとかってね、結構当たったりねするんですよね、あれ。当たってたね、当たってた、うん、そういえば怖い夢見たって言って調べたらやっぱこういう結果ですよとかね。でもいかんね、このテーマはダメかも、答えがわからんもんね。じゃあ怖い夢見たからこんな風なんですよとかね、あんまりなんかな、友達が出てきてからこんな夢ですよとか、好きな人に振られた、ですぐね、調べ、ガチャガチャガチャって調べればいいけど、調べるものが今ちょっとね、ないようなところなんで、じゃあこの夢はダメか、知らないの夢にする、夢つながりで。そうなの。カメラマンさんの夢はね、僕が代わりに言いますけど、あの DDKTTV の一流カメラマンになることですでも一流のつもりなんやけど、あ、確かに絵はいいよな、絵はいい、絵はいい、上手。でもあれやってみると分かるんですけど、他の YouTuber さんも多分ねすごいよく分かってると思うんだけど、基本的に演者さんはその番組のメインの人で、自分も多分基本は編集してる、だからこういう映画撮りたいっていうのは頭にあるんだけど、カメラマンさんとの意思疎通で、まあ、事前に打ち合わせできればいいけど、慣れない、ほぼ打ち合わせないもんね。そうね、そう、行き当たりばったり。そう、だからここ撮ってほしいっていうところにね、本当に手を向けないといけないとかね、こっちこっちとかこっち向けてとかっていうようなことがね、ただちょっとあったりするんだけれども、それがなくなるとお互いのストレスだな。ストレスになっとったんや、やっぱ あそこ撮ってほしいなっていうところあるね。あ、この絵ちょっとこっち向いてとか、まあ別に行ってもいいのかな、カットできるから。まあいいんじゃない、もっと声張られたんで、はいはい、とね、カメラマンさんがね、この前 あの週刊リリーとカメラマンさんをちょっと見てね、私ちょっと声が小さかったと思う、ね、はい確かにね、カメラマンさんの声に合わせてボリュームを上げるとリリーの声がでかいもんで煩わしくなるんだよね、で僕の声に合わせてボリュームを下げるとカメラマンさんの声が聞こえないということになっちゃうんで、声は向こうとした方がいいか。いやー、なるべく合わします。ちょっと慣れてきたんじゃないトークがちょっと向かいなんで、ちょっと慣れてきたね。な、どうやろうな、慣れてきたのかな、ちょっと遮っちゃったんだけど、夢夢、うん、いや、夢か、どうやろうな、楽しい方がいいな。まあね、楽しく生きていきたいなっていうのが一番の楽しいね。ただね、リリーやっぱ思うんだけど、やっぱそれは掴んでいかなきゃんじゃないかな。待ってるだけじゃどう？あ、なるほど。結局はその幸せになるために何をするか、何していくかっていうのが多分重要なような気がするんだけどな。待ってるだけじゃなかなか、やっぱ変えていかないとね。そうやな、それもまあわかる、わかるけど、いろんなしがらみはあると思うけれども、やっぱ変えていかないと変わらないよね、未来は。とはいえ、もうギリの口癖ね、とはいえ、あのゴール決まってるような気がするんですよね。いつも言うな。そう、ゴール決まってる。いつも言うわ。
あの決断してね、こう阿弥陀仏のようにこういう形で決断していくんだけど、人としての運命はゴールは実は決まってて、もうここに行くのは決まってるから、いくらこのルートを変えたところでゴールは一緒。不幸せな運命な人はもう不幸せ。いや悲しい。途中は幸せでも幸せ。最終的には不幸せ。不幸せの運命の人だったら。うん、だから途中は不幸せでいい風にしようと思ってちょっと幸せなところに入っても、最終的には不幸せを決めた人は不幸せ。うん、だから最終的に幸せになる人だったら、運命だったら多少不幸せでもゴールは幸せが、これ DD の考えなんだけど、その人の運命が、うん、でカメラマンさんの将来で運命はもう分からないけど、どういうルートで、ルートは選べるような気がするけど、ゴールは決まってるような気がするな。そう、うん、でちなみにどっち、幸せなところにおる？微妙だなリリの口癖でね、とはいえ変わる、変えれると思うんですよね、ゴールは。多少不幸せなゾーンを幸せゾーンにちょっと、ちょっとは、うん、でもね、今ね、リリはね、カメラマンさんとちょっとお知り合いになって、やっぱ確かにね、不幸せなゴールに決まってたんだよね、リリは。6畳一間のところに牢を、せんべい布団でペラペラやもんね。そう、ペラペラなところでお亡くなりになるっていうゴールが決まってたのが、ちょっとカメラマンさんと知り合いになって、そのゴールがちょっと幸せなところに動きつつあるような気がする。でも果たしてそれが幸せかどうかは分からない、ね、それどっちに対して幸せかどうかっていうのは本人たちがってこと。 DD が、あ、分からないな、どうなるかな先がね。で、夢なんだったっけ、幸せになりたい。幸せになりたい。でも幸せの定義なんて言ったら人それぞれだからね。まあ人それぞれな、何を持って幸せか、幸せかってかね、何にも問題がないのが幸せなのかもしれないね。何にも悩まなくていい状態とはいえ、また出ちゃったね口癖、うん、とはいえやっぱり何かしらみんなそれぞれ持ってるからね。やっぱ入院した時に、うん、やっぱ健康が一番幸せやなと思った。なんか健康な体っていうことがなんか一番の幸せなんやなと思った、うん、やっぱり病院でこう、横になっとる時は、あ、なんか健康がし、ね、幸せ、それに勝るものはないかな。難しい。でも極端な話すると、じゃあお金が一銭もなくてさ、借金まみれだったらさ、いくら健康で幸せじゃないかもしれないね。そうやな、ねえ、だからもうそればっかりじゃないってことだな、結局。だけどベースとしては健康は、うん、健康はまず外せない、外せないってことだね、幸せ、うん、幸せになるためにも外せないってことか。僕は若いな、幸せか。もういつかあれだね、この動画で私たち幸せになりましたみたいなこと言えるとね、そして1年後で、ね、幸せになりましたって。こうやって2人で。そう、こんな風に。あ、そういう動画も作りたいな。今右出したけど左やで。あ、そうかそうか。こういう風にやれる時が来ればいいけどな。でも、あれだよ、面白いよ。ちょっと考えとったんだけどね。昨日たまたまロンドンブーツ1号2号っていう動画があって、論文、うん、いわゆる、うん、が YouTube やってて。うん、で、YouTube やってる。やってるのね。で、3号。の襲名動画ってやつで、これから4号、5号、6号と増やしていくっていう動画だったのね。増えていくんや、あれ。増えていくっていう企画っていうのかな。確かに面白いなと思ったの。で、DD もそれに入れんかなとね、155号ぐらいに入れたらなと思ったりするけど、まあ芸能人だったりとかになっちゃうかな。で、それで何が、まあ、DD が言いたいかっていうと、ね、赤い絨毯、敷物で、後ろ金屏風っていうのかな。あれ、DD やりたいですね、お正月。明けましておめでとうございますって言って、赤の引いて、後ろ金。挨拶する。挨拶したい。まあ、やりたいこといっぱいある。クリスマスもやりたいし、そう、お正月の挨拶もしたいし。クリスマスやったらもみの木買ってもらうか。じゃあそこまでやらない。クリスマスはあれ、ケーキを食べるって言うんだ。そう、それだけ。そう、クリスマスだね、シャンシャンシャンと。クリスマスか、そんなのやりたいな。まあ、クリスマスはね、クリスマスイブなのかクリスマスなのかわからないけど、夜カメラマンさんとね、過ごせるかどうかちょっとわからないですけど、枕の横にプレゼントも置いてみたりとかっていうこともやってみたいだな、やっぱり。そういう動画も作りたいかも。面白いと思うよ、朝起きたら、あーって言って。何が起きてあるかも。だから楽しい、そういうのも楽しい、いっぱいやし。
でもこういうね YouTube とかやってないとそういうことは多分まずないからね、やってるから面白いあれかな。さあどんな風になるかな。暗いからねこの部屋、どんな風になるのかな。夢にかけて暗くしたっていうこと。そうではない。将来の夢が暗いからってこと。違う、あの寝る夢、まあちょっと雰囲気を出すためにちょっとこう、また次回はね、あのブランコでも撮りたいし、だってあれだよ、あのカジサックの動画見てたら息子とブランコでトークみたいなやってたし、いろんなちょっと場所で。ちなみにさっきのロンブの1号、2号、3号、4号って話があったけど、ラファエルの2号にはなれんかった。オーディションに落ちた。もう話にすら上がらない。サブチャンネルにね、DD の名前すら上がらないという。本当になんか方向性変わってきてね、どうやらその2号募集っていうよりはあの仲間募集みたいな形にちょっとなってたような気がするね。まあ YouTube ね、結局全世界、全国全世界で、まあ、いろんなことできるけれども、結局関東近辺東京じゃないとやっぱりそのコラボ的なのもやっぱり、ね、どうしてやっぱ人だから、結局最後は結局やっぱりあっちの方に住んでないとなかなか厳しいよね。まあ、ゆきゆきでも福井とかのねコラボとかもやってきたら楽しいと思うんだけどな。攻めていく感じで、もう鶴ヶのユーチューバーさんだったりとか福井のユーチューバーさんに積極的に絡んでいく。あ、ごめん、また喋りすぎちゃった。カメラマンさんの方に怒られちゃう。どうぞ喋ってください。いや、もういいです。テーマ決めたけど、なんかいいのか悪いのか。さあ、今日もなんかね、今ちょっとカメラマンさんと打ち合わせしとったんですけど、今日はグダグダだったねという、ちょっと今日もじゃなくてちょっと厳しいあのコメントいただきました。ちょっとやっぱりある程度あれだね、2人でトークといえど、ある程度考えないとかね、プロの芸人さんじゃないからね、行き当たりばったりでなかなか面白い話。うまいこと言えそう、で、DD の悪い癖やな、カメラマンさんのあれをもっと引き出さなきゃねえな、トークも。それはあるだろうな、私もトーク力がないから。でもこの前よりは声で撮るな。いいと思う。今日はこんなところにしときましょうか。ちょっとね、また来週ちょっとできるかわからないですけど、また多分ね、2人のレベルが多分これで喋ってる時に上がっていくんじゃないかなと。基本的に2人トーク DD 慣れてませんので、まあ、これから多分ちょっとずつ慣れてきますか。はい、じゃあ今日はこんなところで、いつものようにチャンネル登録とグッドボタン、歯磨き忘れないでください。 EM 見てください。おやすみ。